日本福岡県北九州市戸畑区、天台寺天台寺バス停付近天台寺は、福岡県北九州市戸畑区の地名及び地域名。戸畑市街地の中央部に位置しており、町名として、天台寺1.2丁目がある。また、観音寺町、菅原、天台寺の全域並びに、ヨミ聖津町、沖台の各一部を含む地域の総称である。地区の中央を、 天台寺通りが通っており、沿道には商店が立ち並んでいる。また、地区内を流れる巡洋河川の天台寺川は、天台寺通りの下で暗居になっている。地形的には、天台寺川流域を底とする坂の多い地域でもあり、特に菅原地区には旧坂も存在する。戸畑基温山三笠の天台寺大山笠の拠点である菅原神社をはじめとし、 地域には菅原道真にまつわる伝説が存在する。また、8月中旬には、天雷寺の盆踊りが、読谷公園内で行われる。総当州天雷寺、平安時代に、天雷寺という寺があったことに由来する。伝説によると、901年に左遷された菅原道真が大宰府に向かう途中でこの寺に宿を求めたという。怪しんだお正は一行を、 朝までという約束で止めたが、夜中に鳥の鳴き真似をして追い出してしまった。それ以来この寺では鳥を飼うことはなく、たまに飼っても、奇形の鶏が生まれたという。なお、由来は不明だが、現在も、天雷寺という名前の相当宗の寺がある。ちなみに、天雷とは、風の音や、優れた鹿のことである。ありがとうございます。